ナマステ、みなさんこんにちは。目指せインド数学マスターのシバラム・プサパティです。よろしくお願いします。今日から皆さんが知らなかったような計算があっという間にできる魔法のようなインド数学のテクニックをいろいろご紹介したいと思います。面白い発見がたくさんあると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。第1回目の今日は10の段同士の掛け算をご紹介したいと思います。皆さん、インド数学といってまず連想されるのが2桁の掛け算ではないでしょうか。今日はそのうちの10の段同士の掛け算を紹介します。例えば 12×13、 このような計算があっという間にできる素晴らしいテクニックがあります。そのテクニックに2つのステップがあります。やっていきましょう。最初は片方の数字にもう片方の数字の1の位を足します。ここは12+3、足し算ですよ。15ですね。2つ目は1の位同士をかけます。ここは 2×3、 これで6ですね。156、これがもう答えなんです。いかがでしたか。次、もう少し難しい例を見てみましょうか。繰り上がりのある例です。例えば 17×18、 計算方法は前とほぼ同じです。ステップは2つです。ステップ1は片方の数字にもう片方の数字の1の位を足します。足し算ですよ。ここは17+8で25です。ステップ2は1の位同士をかけます。ここは 7×8 で56です。ステップ2は答えの1の位を出すための計算です。ここの6は答えの1の位です。ここの5はステップ1の25に足します。30です。1の位は6でしたね。そこで答えが306です。誰でもがこのテクニックを使って11×11×19×19 までの掛け算があっという間にできるようになります。ぜひこのテクニックをマスターして周りの人を驚かしてみてくださいね。では次のテクニックでまたお会いしましょう。シバラムでした。